はいお疲れ様です、えー、今回はですね僕が以前に動画で上げさせてもらったクロード MCP とあとはブレイブリサーチを連携させてディープリサーチっぽいようなことをね模倣しましたっていうのをあのご紹介させてもらったんですけどその動画のコメントにですねシーケンシャルシンキングっていう MCP サーバーがあってでそれを連携させるともっと良くなるんじゃないですかっていうコメントをね頂い,いたんですよ。 コメントいただいたのがね、520K での読み方が、お名前が合ってるかちょっと分かんないですけど、その方からあの情報をいただきまして、で試してみたら、めちゃめちゃ良かったんですよ。まあ、なので、ちょっとねあの、僕のそのディープリサーチがアップグレードしましたっていうねご報告になります。はい、520K さん、はい、ありがとうございます。情報提供ありがとうございます。試してみたらね、めちゃくちゃ良かったです。結構面白いです。はい でこれがもう実際そのシーケンシャルシンキングっていう MCP サーバーを連携させてでなおかつあの僕が前に設定したディープリサーチのプロンプトと,とブレイブリサーチを組み合わせたものになってますでこれね結構面白いのが、えっと、今これブレイブリサーチでリサーチをしましたっていうこのリサーチの過程が出るのはまあ当たり前なんですけどで途中でですね ここでで思考過程が入るんですよ。どういう思考を踏んだ方がいいかなっていうのが思考が入ってであのこういう投稿があったんですけどこのブログを確認しますっていうような形で,でいろいろ中身を見て分析してくれてでまたリサーチをしてでそのシーケンシャルシンキングの MCP が働いて分析をかけてでまたリサーチをしてっていうのを。 何何度も何度もも繰り返してくれるんですよなので今まではあのもうブレイブリサーチが始まったら基本的にはブレイブリサーチしか動いてなかったんですけど間間にこのシー,シーケンシャルシンキングの MCP サーバーが動いてまたそこで裏側で考えてくれるんですね。で最終的な出力結果っていうのでレポートで出してくれるっていうような流れになってます。これめちゃくちゃゃくディープシンキング ディーープリサーチっぽくないですか,なんかこの挙動が結構ね面白いなと思ってあの個人的にはね結構興奮してます <laughs> これが再現できるのかとでリサーチ結果もねやっぱ結構いいんですよで今回のこのディ,ディープリサーチ今この画面に映してるリサーチ内容がそのシーケンシャルシンキングとあとはクロード3.7ソネットの、えっと、推論モデルを 組み合わせたらどうなるかっていうのを調査させたんです、ね、で、そしたら結構いい回答をくれたんですよ。で他の例えばあのフェローとかあとはあのグロックのディーパーサーチとかそれでもね同じようにあのリサーチをかけたんですけど大体答えは一緒でした、はいあのけ。結論としては組み合わせると結構いいと思いますよっていう結論だったんですね。でその中でも やっぱり、ね、このクロードの MCP で、えっと、ディープサーチとこのシーケンシャルシンキングを組み合わせたものの方が回答としてはね良かったんですよですごく分かりやすかったです。で特にこの立体的理解マップで出てるんですけどこれがシーケンシャルシンキング MCP サーバーでこっちがあのクロード3.7ソネットなんですけどそれぞれの 思考プロセスが違いますよっていうのをね図式化してくれてるんですよでシーケンシャルシンキングの MCP サーバーの方は外部リソースに連携させて思考の構造化こうね多段階的にあのステップバイステップを踏むような構造その思考の仕方をするらしいんですね基本的には。でプロセスを分岐させたりとか修正させたりとかっていうのをこれを多段階的にやってくれるっていう形ですね。 でクロード3.7ソネットの推論モードに関してはプロセスの可視化をしてで思考を深くしていくでなおかつ複数のアプローチを検討するっていうプロセスを踏むんで結構ね違うプロセスを踏むんですよ。でそれを最後に組み合わせてでリサーチした情報を統合させて。 でこういうケースに落とし込めるんじゃないですかって言って最終的にレポートに出してくれるっていう流れですねこれ結構すごくないですかこれ結構ね僕は面白いなと思ってあの興奮してるんですけどしかもこの図解がねめちゃめちゃ分かりやすいですはいなのでこのシー,ケンシ,シーケンシャルシンキング MCP サーバーとクロード3.7ソネットの えと推論モデルですねエク,エクステンドシンキングモデルを選んで掛け合わせて使うっていうのが多分今現状ですね今現状の、えー、と最高の脳みその使わせ方というかあの AI に考えさせるっていうことの、まあ、最,最高、えー、となんて言ったらいいんだろうなこう一番フルスロットルで考えさせるやり方になるんじゃないかなと <laughs> 思ってます。はい でもちろんその AI を使うにあたって考えさせれば OK っていうわけではないっていうのは結構ねいろんなところでは言われてるんですよ。考えさせすぎることによって弊害が出るんじゃないかとか回答が乱れるとか質が落ちるとかそういうこともね言われてたりはするんですけど今現状僕が今日ねあの何設定してから何度か使ってみた感じではあのあまり違和感とか。 そのこれ微妙だなっていうなんかネガティブな印象を感じることは今のところないので結構僕はいいんじゃないかなと思ってます。はい、でこれも最初にクロード3.7ソネットのこの推論モデルがこういう必要があるのかなっていうまずはこのクロードそのもののモデルとして考えましたでリサーチをしましたで間間にこの C 研究者 シーケンシャルシンキングの、えっと、サーバーが動いてでまた多段階的に考えましたっていうのをやってくれるんでこれで結構いいんじゃないかなって僕は思ってますで回答の精度とかあとその出力の結果を見てもあの個人的にはね満足をしてますはいでさらにあのこのシーケンシャルシンキングサーバーのいいところって例えば それをそのサーバーを使わずにリサーチをかけたとするじゃないですか。でその後にあのにそのサーバーを後から動かしてより考えさせるとか別で考えさせるとかこの時はこのシーケンシャルシンキングサーバーを動かさずに回答を出させてで後で動かして新しい回答を生み出すっていうこれ使い分けができるんですよね。これ結構ね僕としてはいいなと思ってます。なんでじ 過去にリサーチをした結果に対してあのこのシーケンシャルシンキングサーバーを動かして考えさせるとかっていうこともねできるのでもちろん最初から使うこともできるし後から使うこともできるんでこのね使い分けは結構ねいいなと思ってます。であのこういう使い分けに関してはあのもうねクロードの,そのアンソロピックさんの公式の方でシンキングツールっていうものがもう リリースしますよそれを開発してますよっていう公式の発表があったので多分ね同じような使い方にはなると思うんですよ。でそれをもう公式が出すって言ってるんでまあわざわざもしかしたらこれを設定しなくてもいいのかもしれないですけどもしかしたらそれ,それをまたさらに組み合わせると面白いことが起きるのかもしれないですし <laughs> これはねやっぱね試してみなきゃね分かんないなと思ってます。でただその 公式がリリースするそのシンキングツールがいつリリースされるかわからないのでそのリリースされるまでの間にこれを使うっていうのも全然ありだと思うしそれこそ MCP の面白さとか可能性のひど広がりを体感する意味でもこれはね一回試してみてもいいんじゃないかなって個人的にはね思ってますはいであとは今これ僕ねもうディープリサーチの方で あの裏側のプロンプトをちょっとねいじってこのシーケンシャルシンキングサーバーに対応するようなあのプロンプトに作り変えたんですけどで、えっと、今この左側がシーケンシャルシンキングをさせたリサーチ結果ででこっちが、えっと、シーケンシャルシンキングをさせずにあのリサーチした結果でそれぞれあの比べてみたんですよ同じクエリで。でそしたらね 結構ねね回答の内容違うんでですよ、ね、で分かりやすいところで言うとこの立体理解マップですね立体理解マップの内容がやっぱりね全然違うんですよね。でこっちの方がえあのシーケンシャルシンキングサーバーなしの方が割とあのどういう症状でとかっていうその構造的に出してくれてるんでこれはこれでね結構いいなと思うんですけど。 こっちの場合は結構ね、僕が聞きたかった、どういう軸で、どういうことが必要かっていうのね、なんかちょっとこう、ガントチャートじゃないですけど、こう、ステージ分けをしてくれてる感じなんですよね。で、こっちの方が人に見せるときは見せやすいなっていう感じがしてます。こっちの方がね、割と学術的な見せ方になってるんで、あのあとはね、好みになるのかなとは思うんですけど、僕としてはね、こっちの出し方の方が好きかなって思ってます。 で立体図に関しては、まあ、もちろん好みが出るには出るんですけど最終的な出力とかを後ろの方までレポート見ると出力の内容の分量とかもこのシーケンシャルシンキングサーバー使った方があの文字量も全然多いですしあとはこの費用面とかどういう,どう,いう人であのどういう背景の人だと。 あの何が注意しなきゃいけないとかっていうのも結構細かく書いてくれてるんですよね。リュウマチ患者さんとか妊娠の人たちにはここうういいいととを気をつけけななきゃいけないよとかっていう結構ね深掘った内容が多いんですよただそのシーケンシャルシンキングサーバーなしの方だとそこまであの細かいことまでは言及してくれなかったり整理してくれてないんでそういう意味ではその細,細かく整理をしたいとか情報の網羅性とかっていうのはこの シーケンシャルシンキングサーバーを入れてる方があの精度がいいなっていう印象を持ってます、はい。僕はちょっとね、もうこのサーバーを使ってあの多段階的にやらせたいなって思いましたね。なのでまずクロードにあの推論させます。で リサーチ内容をどうしていけばいいかっていうのを考えさせてで検索させてまた考えさせて検索させて考えさせてっていうのをねもうほんと何度も繰り返すような感じっすねこれ結構ね面白いっすね結構面白いです僕は好きですねはいなのであのクロードのその公式のシンキングモデルシンキングツールかシンキングツールが正式リリースされるまでは ちょっとねこれを多用してていいここうかなと思ってますはいでこれも MCP のあの設定が必要なのでまたあのケイトさんの動画とかをね見てもらいながら設定してもらえたらなと思うんですけどもう一回 MCP 設定したことがある人だったら多分ねそんなに難しくなくいけると思います。なのので大前提としてはあの クロード MCP の設定でブレイブリサーチがすでに設定されていることが大前提にはなるのでこれに掛け合わせて今回のシーケンシャルシンキングサーバーをまた設定してもらってでなおかつ僕の今回の使い方に関してはこのクロード3 7ソネットのエクステンドモデル推論モデルを選んでやったっていう感じですねなのでもう本当に今クロードでできる最高の 最高峰をあのがっつりやらせるみたいなイメージですかね。はい、これ結構いいいなって思います、ね、でこのシ,シーケンシャルシンキングサーバーを使う使わないもうこっちのさじ加減で何て言うかな選ぶことができるので別にディープリサーチ以外の普通の用途の時でも。 最初に考えさせてであとは考えさせずに出力させてでまた最後に考えさせてとかっていうこともねできるのでこれはね結構いいんじゃないかなって思ってますはいであとあのもう一つね可能性として僕は魅力的だなって思ってるのがえっとオブジディアンとの連携ですねオブジディアンと連携をさせた時にこの MCP サーバー を連携させるじゃないですかあのクロードのデ,デスクトップと。でこの時にあの僕結構ねクロードの俳句を使うことが多いんですよ。この俳句モデル。こっちの方が軽いしで出力が早かったりするんですね。なので割と単純作業させる時は俳句を使うんですけどこの俳句を使う時にさっきのあの シーケンシャルシンキングサーバーを稼働させて俳句で考えさせながらあの出力をさせたりとかあのオブジディアンの中のファイルを読み込ませたりとかっていうのも全然ありだなと思ったんですよねまだそこはがっつりと試してはないんですけどやっぱね動作も早かったりとかあの拾う情報が割と豊富になったりとかしたなっていう感覚があるのでこれ結構いいかもしんないですねはい。 だからそっちの使い道としても可能性を感じるので、これはね、一回設定してみるのは全然ありじゃないかなって思ってます。サーバーの URL はここにあるので、このリンクもまた概要欄に貼っておきます。あとは、僕がこのディープリサーチの裏側に仕込んでるこのプロンプト、ほとんどそんあのがっつりと。 いじじったわけじゃないいんですけど少ししじりましたなのでそれも、えー、とまたこの Google google ドキュメントにまとめたのであのよかったらねこれ使ってみてください。あとここっすねここここの部分あのプロジェクトの説明欄のところにこんな感じでもうね作りました。 シーケンシャルシンキングサーバーを使ってユーザーの要望や目的を理解して考察してそれからブレイブリサーチを使って50以上のリソースからまるをリサーチしてくださいってもうこのまるだけを書き換えれば OK っていうふうにしたんですよでそしたらね結構ね良かったのであのよかったらこ,この設定もあのやってみてほしいですはいまあこの辺りあの全部概要欄に貼っておくので よかったらあとあのこの、ね、サーバーを教えてくださった 520K さんの使い方も聞きたいですね。ぜひもしこの僕の動画を見てくださったのであればあの僕はこんな風に使っているよとかその使い方であ、まあ、合ってる間違ってるはもしかしたら、ね、ないかもしれないですけどもっとこうしたらいいよとかをねもしあのアドバイスとかあればいただけると嬉しいです。はい という感じであの僕のちょっとねディープリサーチが少しアップグレードしたのでその共有をさせていただきました。はい以上です